さて、今回集まってもらったのは他でもない。新しい班員と任務について報告があるからだ。ちょっと待ってくれってばよ。任務の説明はわかるけど、班員ってなんだよ。実は先の任務の影響で証の疲労がかなり溜まった状態だな。今は休息が必要なのだ。しかし今回の任務はその回復を待つほどの余裕がなくてな。そのため証の代役としてヤマトを招集した。僕がヤマトだ。よろしく頼むよ。そしてもう一人、長らく空白だった第7班にメンバーの補充をしておいた。サイです。よろしく。こいつがサスケの代わりだってのか。君が渦巻きナルト君だね。思ってたより貧弱そうな顔してますね。あと、会っていきなり喧嘩はないでしょ。落ち着きなよ。さて、次に任務の話だが、今回お前たちにやってもらうのは偵察、そして捕獲任務。前に暁のサソリと交戦した際、ヤツのスパイがオロチマルの元にいることが分かりました。そしてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地教で連絡を取り合う手はずになっています。正直これは罠である可能性も考えられる。だからといってそのままにはしておけ。オロチマル、ひいてはあのウチハサスケの情報が手に入る可能性があるのだからな。サスケの情報が？そこでお前たちには今から天地教に向かい、スパイを拘束、そしてここまで連れてきてもらう。了解しました。さて、先ほど五代目様から言いつかった通り、これより我々カカシ班はスパイ拘束任務に入る。オロチマルの情報とウチハサスケの情報を手に入れるチャンスだが、その分危険がつきまとうものになる。みんな心してかかるように。はい。こいつがあいつのサスケの代わりだと。腹減っとってばよ。ほらよ。なんでだよ。なんでお前が俺なんかを。知るかよ。体が勝手に動いちまったんだよ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。認めねえ。俺は絶対認めねえ。お前はサスケの代わりなんかじゃねえ。ナルト。
いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、力を求めてオロチマルの元へと走ったゴミ虫野郎と一緒にされたくないしね。て、めえ。はい、二人ともそこまでだよ。これ以上の言い争いはなしだ。いいかい、確かに僕たちは急遽結成された即席の班なのかもしれない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけない。目的は4人とも同じだよ。ふん。とにかく協力する心を忘れないように。チームワーク第一だよ。いいね。はい。